こんばんは、BR チャンネルファッションカレッジ講師の星部しますです。こんばんは、アシスタント MC の寺田由紀です。あのさ、全然関係ないんだけど、はい、一応趣味っていうのが3つほどありまして。お、何でしょう。いやいや、ざっくりだな、質問が最後にね、毛がつきます。そういう時、だいたい最初の文字くれるんじゃないですか。最後の文字なんですね。最後の文字、3つとも全部毛がつきます。え、3つとも毛がつくんですか。そう、趣味3つあるんだけど、全部毛がつく。全然わかんないな。太陽。あ、すごいヒントでしょ、今の。日焼けと日焼けと日焼け。あー、近いって。なんでやねん。それ全部日焼けでいいじゃない。日焼け。日焼けは合ってます。こうだね。カラオケ。カラオケ、正解。け、け、け、けね。短。なんだろう、こういう感じ。あとアイロン、洗濯。あれ、今言ってたじゃん。こういうやつ。アイロン掛けです。アイロン掛け。日焼け、カラオケ、アイロン掛け。え、すごい、全部毛がつくって。どんな毛が好き。いやいやいや、酒、カラオケ、日よけ。日よけ、あ、日よけ好き。オッケー。あ、料理好きなんだっけ。私料理が好きで。私のこの手料理超美味しいのって何。私がいつも言うのはだし巻き卵です。じゃあ今度そういうの作ってきてくださいよ。それであーんとかやってほしいよね。じゃあ僕はそんなことは要求しないけど、見てる人にぜひあーんってやってほしい。手作り弁当作ってきますよ、ここに。星場さんに向けて、じゃあ作ってきますよ。お、マジで。それじゃあちょっとみんなでこう見せようかな。じゃあ、まあ、こうやってパッて見せてください。ということで、はい、本日のそうだ、今日テーマ言ってないもんね。テーマはね、今日ダウンです。ダウン、まだ寒いじゃないですか、この時期、うん、で、今日はダウンを3個、ダウンを3個、うん、パンツを3つ、はい、で、あとニットを3つ。お、27通りですね。27通りってことだよね、はい、でその中から本当ベストコーディネートをこれからちょっとやっていただくっていうのが今日の、趣旨です。はい、はい、まあ、スポーティーなムードが今モードの世界ではもう盛り上がってる、はい、うん、こういう感じのダウンっていうのはもう一番さ、まあ、はまりやすいというか、うん、これデュペティカのやつなんですけど、はいはい、モデルの、ね、リナさんにも前登場いただいて紹介したと思うんですけど、はい、その時に売れまくったのがこのデュピティカの、うん、これだ。あの時はね、ダウンベストで、はい、でしたもんね。そうなんですね。ダブルジップでフードがついてるタイプですね。なんかすごい低反発な感じで、あったかそう。これめっちゃあったかいですよ、これ、うんうん、しかも軽い、当たり前ですけどね、うん、で、これの色違いもうちょっと黄色のね、かなり。いや、これは攻めた黄色ですね。これ攻めてるよね。攻めてるけどかっこいいけどね。これを選ぶのもあり。うわー、難しいな、これどの色といくか難しいな。モード、モードね、モード、まあ、去年ね、うん、まあ、ライダーズで売れまくったといえばこのメーカーですよ、エンメティ。エンメティだ、来ました。これはどちらかというと、はい、ラグジュアリースポーツ。そうですね、ここにちょっとファーも入ってて、ムートンね、これムートンが入ってて、ね、このダウンの生地触ってみて。はい、やばいなよ、これやばいやつですよ。うわ、これうわ、グランピングとかで着たい感じね。あ、そうですね、うん、ちょっとツルツル感も残ってて、この柔らかさがすごい。このフードにもこういう風にちょっとムートンがついてたりとか、うん、いいですね、してるんですね。この中のこれも気持ちいい。そうなんですよ、いいですね。で、袖はニットっていう、うん、楽ちんな、あったかくて軽くて、しかも上品というのが素晴らしい。で、3着目はおなじみのムーレですね。ムーレだ。これもどっちかっていうと、まあ、ドレス寄りな、うん、今日の僕の着てるようなスーツでもジャケパンでも、はいはい、結構きれいめに合わせるといいよっていうやつです ね、 これね。なるほど。ここも触ってみてください、ちょっとこのファーも。ああ、非常にしなやかです。これこそラグジュアリーな。これすごい、ね、こんな感じですね。かっこいい、超あったかい。なるほど、まあ、全世界的に売れてるんですけど、ムーレ着るとこんな感じです。なんか結構このボタンの感じが可愛く見えるのかなって思ったんですけど、うん、着ると全然ですね、全然大人っぽくなりますよ。すごく馴染みますね、はい、それに合わせるインナー、黒のカシミヤのクルーネックですね。これがね、ちょっと生地感が、折り方が途中で変わってて、うん、柄になってて、そう、編み地がちょっと変わってるんです、ね、これ素敵ですね。これすごい素敵、ちょっと重量感のあるカシミヤですね。はい、うん、
うん、いいですね、はい、そしておなじみですね、これもね、白のもう本当にこう清潔感のあるグランサッソのニット、はい、これですけど、うん、いや、しっかりしてる、そう、メリノウールのね、うん、綺麗な、うんうん、はい、そしてまあこれもおなじみですね、セッテフィーリカシミヤのタートルネックのニットですね。ああ、もういいカシミヤですよいいカシミヤですよ、いいカシミヤです。そして、パンツ、ベルウィッチですねの2プリーツ、うん、グレーのフランネルパンツですね。これもすごい履いたら馴染みそうですね、うん、柔らかい、はい、柔らかいタイプですね。同じく2プリーツが入ってます、はい、で同じくベルウィッチの2プリーツの黒のパンツですね。はい、これね、ちょっと伸ばしてほしいんだけど。伸ばす？すごい伸びるんだよね。うわ、本当だ、すごいでしょこれ。あ、すごい、これはね、僕ね、5本ぐらい買おうかなと思ってますよなんか多少のスポーツならできそうなぐらい伸びますね、うんうん、そしておなじみ、はいはいはい、ジャブスですね。これもちょっと裏肝のあったかいタイプの、もう今の時期もう超必需品です。これも超売れまくってます。なるほど、マサッチョっていう売れてるモデルの、うん、まあ、パンツですね、うん、でこれをうまくですねコーディネートしていただいて、ベストコーディネートをやってください。パンツから組み合わせていきたいと思います、はい、まずこれはジャブスはカジュアルなので、カジュアルなものに合わせた方がいいと思うんですよ、うん、だからこのどっちかな、これをまず置いときます、うん、真ん中に、うん、そしてこれ2プリーツですもんね、うん、やっぱ質感を合わせていきたいなと思うんですよね。いや、これグレーグレーでいくんじゃないかな、うん、一番こうドレッシーな感じなので、うん、こうは絶対持ってこないと思うんですよ、うん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 、持ってきてもいいけど、この中でベストオブではないと思うので、うんうん、ちょっとドレッシー寄りにわざと寄せます、うん、寄せ、うん、黒黒、いや黒白かな。まあ、これにダウンが加わりますから。そうなんですよ、ダウンが入るんですよ。いや、こうだな、はいはい、でダウンいきます、はいはい、ムーレを、はい、あ、違うかな、ムーレここに置いてみます、はい、で、この黄色、黄色じゃない、あ、でも黄色でもいいのかな。いや、攻めてるね、攻めるな。エンメティです。エンメティを、うん、これはニットがあるからカジュアルなんですよ、うんうん、黒ください。黒、黄色、黄色、黄色じゃないこうかなもういいですか。いい、はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、じゃあ寺田由紀ちゃんの、回答例をちょっとここでご紹介します。エンメティの、ちょっとラグジュアリースポーツなこのダウンにはジャブスのマサッチョですね、はい、スウェットと白のニット、はいはい、そしてこれが一番自信ない、はい、ちょっとねスポーティーなモードのこのダウンには、はい、ベルウィッチの2プリーツパンツ黒ですね、はい、それに黒のカシミヤのニットと真っ黒クロスケにしました。真っ黒クロスケ、はい、真っ黒クロスケってなんだっけ。あのトトロです。あ、トトロに出てくるあのでかいやつ。でかいやつはトトロです。でかいやつトトロだよ、ね、トトロです。そうだよ、ね、うん、あれ真っ黒クロスケだったらもう何の話だよってなりますそうだよね、そうだよね。ムーレーのこのダウンに、はい、グレーのベルウィッチの2プリーツパンツですね、はい、グレーのセッテフィーリカシミヤのタートルネックのニットとこれでファイナルアンサーでよかったと。うわー、全く自信ない、どうしよう。ということでじゃあ点数発表します、はい、寺田由紀ちゃんの2018年の点数、はい、点数は30プラス70で100です。おめでとうございます。結構揺れてたけどね。結構揺れました。結構揺れてたけど正解です。やったー、素晴らしいよ、本当に嬉しい。本当にキャンプ、しかもラグジュアリーなキャンプに着ていくような感じのなんか上品さを持ってます、うん、でニットじゃない、
なのでやっぱりねこういう白のニットで、うん、同じくこういうグレーのパンツ、うん、でしかもスウェットこういうのでまとめてグランピングとか言っていただけると非常にかっこいいと思います。次のこのデュペティカのダウンですね、はい、これは非常に黒でモードな感じなんです、うん、なので真っ黒なこういうスタイルで合わせてでしかもこういう上品な、ね、カシミヤのニットをかませたり、うん、ツープリーツかませたりするとモードとスポーツがこう混ざってしかもラグジュアリーさも出るのですごくいいと思いますね。でちなみにね、はい、黄色も押してたんだけどこれでも100点でした。あ、これでも100点でした。黒に黄色合わせてても100点だった。あ、黒に黒でもこれは間違いない。なるほど、まあ、黄色合わせてくれたら多分105点とかになってたかもしれない。やればよかった。でも、まあ、どっちでも OK って話ですね。これは2017年にそのチャレンジに踏み込んで、うん、大失敗をかましたことがあるので。そうだよね、そうだよね。なのでもうちょっと手堅くいっちゃいました。でも手堅く間違いのない間違いのないオールブラックのコーディネートですね、はい、これ非常にかっこいいコーディネートです。イエイエイ、はい、ムーレーのこのラグジュアリーな、はい、ちょっとねドレッシーなダウンですね、うん、これにはこの本当にグレーのフランネルのパンツですね、はい、にセッテフィーリーカシミヤの同じくタートルネックでグレーとブラウンで非常に綺麗にまとめたっていうところにこれねもう間違いないですね。よし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 、はい、ということで今日は、100点です。イエーイ、おめでとうございます。2018年幸先がいい、はい、洋服のその知識だったりとかコーディネーションの知識も上がってるからすごい、はい、なので今年はずっと100点台を叩き出してほしいなという。100点台ってもうそれ100点しかないじゃないですか。そう、100点台、100点を叩き出してほしいですね。あ、頑張ります、はい、目指していきます、はい、ということで次週はこちらです。今日のテーマは2大進化系パンツブランドです。実はね履いてるんです。あ、こんなのかね。これが特徴。ここすごい。そうなの、ジャージみたいでしょ。うわ、めっちゃ履きやすいんです。めっちゃ伸びる。なのに綺麗じゃない。綺麗。そうなんですよ。来週も面白そうですよね。ってことでお見逃しがないようにチャンネル登録をお願いします。そして、今日ご紹介した商品はこちらです。ということでじゃあ宣伝を。はい、私寺田由紀もインスタグラムをやっています。もうすぐこの前のハッシュタグ BR 選手権コートが締め切りになっちゃうと思うんですけれども、うん、はいはい、あの皆さんもどしどしご応募いただいて、そしてどしどし皆さんも私のインスタをフォローしていただければ嬉しいなと思っております。 そうだよね、そして星葉さんも。はい、もうそろそろですね、またこの2月14日っていうねバレンタインデーの季節がやってきたんですけど、うん、今年もですねいろいろな百貨店ですね、僕あのバラをですね配るイベントをやろうと思ってますので、フラワーバレンタイン、今年もぜひよろしくお願いします。はい、それからフォルツァスタイル、毎日更新しておりますのでこちらもですねぜひ見ていただければと思います、うん、この辺までですね。この辺までということなんですけれど、はい、一応やはりですねチャンネル登録はお済みですか。はい、はい、皆さんぜひチャンネル登録お願いします。ぜひこちらまで。あとゆきちゃんのアットマーク、寺田アンダーバーゆきですね、これのインスタフォローお願いします。そしておすすめ動画はこちらです。おすすめ動画こちらです。